ただいま。ただいまです。達成なんかしたみたいね、その日のやつ。そう、なんか大丈夫そうだったよ。いや、なんかその携帯についていろいろ聞かれた。何が安いんだろう、 iPhone って高いねって言ってた。そうだね、 iPhone は最近すごく高くなったんだよとか。そういう会話をしてました。はい。あ、難しいよね。もうでも私ずっとあの au プランのやつのあの2年機種代2年でいい代わりに2年、新しい機種に2年越してくださいみたいな、そうっていう私あのプランにしてるから、もう問答無用で2年経ったら基本買えるんですよね。機種代半額しか払わなくていいから。そうそうね、これ結構便利だと思うんだよね、私的には。楽じゃん、もうだいたい金額もこんなもんって分かってるしさ、あ、じゃあ同じプランで次もって言えばいいし。楽じゃない。SNS の動画流れてきて配信見ました。なんだろう、まとめられてるやつかな。やっほー。機種変するのが面倒。え、でも今機種変結構簡単だよ。だって横に並べてればいいんだもん、 iPhone。 そう、2年経てば大体ガタ来るし、機種代半分しか払わなくていいし。でもさ、今回私15 Pro に変えた時さ、こう接続がちょっとうまくいかなくて、最初え待って携帯のデータ全部消えたとか思ったけど、大丈夫です、全然大丈夫だった。えいかさん、おみくじありがとうございます。まあそうね、だからスマホは下取りに出さなきゃいけないけど、でも別に私 iPhone あるから配信用にもう一台欲しいとかないし、別にもう一台いらないし、うん、もう一台いる？スマホって、まあその仕事用とかでいるかもしれないけど、でもさ、Wi-Fi 繋いでないと使えないわけじゃん、多分だけど。そっちも通信費払い続けなきゃいけないじゃん、使いたかったら。ってなったらさ、別に1台しかいらなくない？Android では知りません、ちょっと私はあんまり1回しか使ったことないから、Android。そう、だからあんまり、うん。2台持ち。2台持ちは何？それ仕事用ってこと？でもなんか2台持ってるのいいなと思うけど、うん、 iPad あればいらない。そうだよね、私もそう思うんだよね。 iPad あるからいらないかな。ニキビパッチ、嫌いな iPhone、 まだ持ってんだ。ラビリンスト。二台あるけど一台は Wi-Fi 繋がないと。あ、やっぱりだからあれだよね、その例えばさ、子供がいる人とかはさ、そういうの1台あってもいいかもね。うちもだって家にあったから、その妹とかが使ってたんだけど、 iPad とかでその Wi-Fi 繋がないと使えませんみたいなやつ。だから家ではネット使えるけど、その学校とか外に持っていくのはできないよっていうやつ、そうとかがあったから、まあタブレットあるし、みんなの今の機種、私15 Pro だね、携帯は。 iPad は iPad Air、 何世代かちょっと分かんないんだけど、でも多分このタッチペン使えるってことは第3世代以降じゃないかな。 Pro っていいの？分かんない、なんか私あんまりね気にして、なんか結局その Pro にする
あ、そうだ、私は結局プロかフィフティーンで迷ったの、あの今回。そう、あのその時に決め手が、うーん、なんかハイブラのスマホケースが欲しくなった時、フィフティーンないな、フィフティーンプロしかないな、よしプロにしようってなった結局ドンキのやつ使ってんだけど、結局ドンキのケースなんだけど、これ最終的な決め手はそこだよね。なんかハイブラのスマホケース使いたくなった時にケースがないっていう。電話してた分延長、ごめん、延長したらあの私公園出れなくなっちゃう間に合わない。片方のスマホかデザイン、ああ確かに。でもデザイング使ってまで外でなんかしたいこと私ないもんな、言うてね。私はその仕事用にもう一台とかがいらないから、うん。でも二台持ちするのかっこいいなと思うけどね私もなんか仕事用とプライベート用で分けたいもん。2月に一括払いで OPPO、 なんだそれ、最初おっぱいかと思った、何それ。ハイブラそういうとこあるだよね、なんかプロしかないみたいな。プラスはないね、ケースあんま見ないもん。おっぽ、職場の人に LINE 教えたくないから連絡ないし、私はめっちゃそれ思う。別に職場の人に教えなくてもいいんだけど、教えてもいいんだけど、なんていうの、そのなんかちょっと私さ、これさずっとね、ずっと昔からね、なんかめんどくせえなって思ってることなんだけど、 LINE の一言とかあるじゃん。一時期私が病んでる時に LINE やってたことで、なんかめっちゃ病んだこと書いたの。なんかその今は書いてないんだけど、今は疲れたーなんだけど私の LINE の一言、昔なんかもう無理みたいな、もう消えたいみたいな書いてた時があったの。そしたらさそしたら、しかもその HKT 入ってからなんだけど、そしたらあのね、親かママから LINE が来て、なんか一言どうしたの大丈夫みたいな LINE が来て、もうちょっとそれが嫌すぎてうかつに何も書けなくなっちゃったんだ、一言に。そうめっちゃ病んでる時に書いたら、ママからその一言見て LINE が来て、そっからもう LINE の一言何も書けなくなっちゃったそんなの見て LINE してくんなよと思って、いやママは心配したんだろう、心配したと思うんだけど、でもさなんか恥ずかしくない、 LINE 一言の見てさ、 LINE でなんか大丈夫みたいなそれがめっちゃ嫌で、だから家族 LINE、 家族の LINE とそのプライベートっていうか友達職場の人の LINE めっちゃ分けたいなと思ってもうめっちゃ嫌だ、マジで恥ずかしい。え、今はそんなのしてないし、いやもう今疲れたーってそんだけなんだけど、いや普通にだって疲れたから、普通にあのだってみんなも思うでしょ、寝てるだけで疲れるでしょ。そう、ね、分かってる、心配してくれてるのは分かってんだけど、そう心配してくれてるのは分かってんだけど、でも嫌だなーって嫌だなーって。と思って、だからもう分けたいんだよ。やばい、ここにシール貼ってるから変な線が入っちゃう、ほら普通にしてたらいいんだけどね。いやアイコン全く黒くしてない。アイコン、私のあれ LINE のアイコンはね、あのトリニータさんのあの VIP みたいなとこ行った時のニータンとリッチーをあのこう横に並べて撮ってる写真です。多分載せたことあると思う、ツイッターがインスタに。そう、たまに LINE のアイコンにゃちゃんの人いたらすげえ、なんでよ、愛が深くてよろしいじゃない。であのホーム画面はあれにしてる、あのリノとイオリと一緒に塗り絵したやつの写真並べたやつにしてる。アイコンソール、え、無理、キモやだよ、 LINE のアイコンソールなんて絶対無理なんだけどめちゃくちゃ嫌なんだけどあ、に仕事がうまくいかないんだよ、へこんでるから慰めてどんまい、どっちの仕事あの普通の仕事か、トリニータ関係の仕事どっち
親にも会社にバラしたの、なんでいいじゃん。兄ちゃんの頭にサインした兄ちゃんがいる。あ、そうそう、そこの部屋。来年一言が、しかも私の疲れたはひらがなだから、疲れた伸ばし棒。みんな真似していいよ、疲れた伸ばし棒。あ、それそれそれ疲れた伸ばし棒うるさいよひらがななわけないだろ伸ばし棒が。まあそんなわけで皆さん真似してみても良いですよ。でも疲れたって別にそんなじゃない、なんか別に病んでるわけじゃないしっていう。あ、両方両方で病んでる。なんかめっちゃ応援のやつでなんか流れてきたからさ、あれと思った、怒られたのかなと思ったけど頑張れ、落ち込むな。さっきも言ったけど、人生100だと考えたら嫌なこともいいことも50ずつあるんだから、多分いいこと50あるよ裏外たとえ見たいよね。モモンが最近のあの桜のやつ可愛かったな、見てってやつが応援のやつが流れてきた。あ、いやいや、個人が流れてきたんじゃなくて、なんか応援のなんか出てない選手の名前呼ぶのはちょっとみたいな、なんか多分出てる選手を間違えるのはちょっとみたいな、なんかなんか流れてきたから、あれなんかそんなことあったんだと思って、バイクぶち壊れた時押して支えなかった、多分なんとかだった、なんかね買い替えたってね言ってたしね。50丸なん生きてくのや、なんで。でもいいことと悪いことさ同じ数なだけまだ良くない、悪いことが多いとかじゃないだけで全然全然良くない、そっちが多くないだけマジラッキーだと思う。私はすごいもん、ちょっと寒い。明日はきっといい日になる。いつか何かしらでいいこと起きると思うから大丈夫だよ。キラーン。今日なんか寒いよね、ちょっと26大丈夫なんじゃない、当たるでしょ、こんな私の影響力すごくないよ公園なんて。いいこと100、いいこと100がいいって思ってるから悪いことの方が目立つんだよ。悪いことばっかしかないって思ってたら、たまにいいことが来たら、あ、いいことたまにはあるやんって思うから。2月の権利使ってる人、あーはいはいはい、待ってやばいなった、とりあえずランキング13位ションションありがとうございます、12位スミさんありがとうございます、11位イーさんありがとうございます、10位アプロさんありがとうございます、9位アムロニュータイプさんありがとうございます、8位トウジ太郎さんありがとうございます、7位エウリカさんありがとうございます、6位シュンくんありがとうございます、5位ラーメンありがとうございます、4位リリカありがとうございます、3位エイカさんありがとうございます、2位イチエさんありがとうございます、1位タカさんありがとうございます。はい、じゃあ行ってきます。また夜多分すると思うので、私が疲れ果てて倒れてなかったら、じゃあバイバーイ。